なんか知らんけどすごい人がいっぱい集まってるお店が、なんやこれは、行くしかないね。お店の名前は読めん。食べてるんだかよね。はい、メニューはこんな感じで、で一番上のおすすめスモールを注文しました。こんなんやろう。でコメント欄が一つかシンプルにそのままで。あ、全然普通の味。全然普通にシンプル。何よこれ。ここにも味変、味変をするグッズがある。よし。麺は透明だね。スープも透き通った感じ。なんか上のっぽい炒め。これはかまぼこかな。
ルは残ったけど完食、はい、辛くいただきました。